ウグモリかなうが死んでししままいました最高の教師第6話は辛すぎる展開ですね自分で考察しておいてなんですけど考察通り死んでしまいました外れろ外れろと思ったんですけどねうぐもり自分で死ぬフラグバンバン立てていきますからねなぜうぐもりはあんな危ない場所に行ったのでしょうかうぐもりが揉み合ってるシーン相手から何かを奪おうとしています 何か、うぐもりの弱みになるものの映像か音声でしょう。あの時、うぐもりの弱みになるものは、コチアの重いくらいしかないんですよね。ということは、科学準備室に監視カメラか盗聴器が仕掛けられていたのではないでしょうか。そんなことをしそうなのは、星崎徹か相良るいの二人しかいないんですよね。星崎は、うぐもりたちと仲良くなったことで、科学準備室に入ったことがあります。 相良らるいは浜岡修吾を使って科学準備室に設置したのかもしれません。動機に関して言えば相良類に関しては想像ができます。うぐもりかなわが思い通りにいかないので弱みを見つけ言うことを聞かせようとしたのでしょう。星崎徹の方はわかりません。もし星崎が映画のために盗撮していたとして、このこちらの秘密の告白のシーンが必要なんだ。 となったとしても交渉するのはウグモリじゃなくてコチアですよねウグモリに話すということはこの映像がばらまかれたらコチアがかわいそうだよねという恐喝ですよねだから犯人はウグモリを傷つけたいだけの人間なんですよねあとメタ的なことを言うとウグモリと揉み合っている手が相良でも星崎でもないように見えますなんか女の子の手のように見えます となると怪しいのが問題児集団の西野美月と延べキリ子ですね。あと予想を裏切って阿久津ゆりという可能性もありますね。阿久津ゆりの場合、動機はコチや葵を取られたとかそういう理由ですかね。以前中園くるみを疑うような動画を上げたのですが、全然ストーリーに絡んでこないですね。ストーリーに絡んでこないなら、なんであの時うぐもりの邪魔をしたんですかね。 そして今回 3D のクラスで反乱が起きましたね。よもぎダ・ケントが声を上げました。あそこですぐ相良イが引き下がるんですよね。そして絶対嘘ですが、うぐもりかなうと和解しようとしました。え、なんで相良イのバックにはお前たちが叶なわないような何か強大な力があるんじゃないんですかなんか不良がつるんでちょっと怖いからみんな見てみぬふりしてたんですかだとしたらみんなダサすぎませんか 絶対、相良類の裏には何かあるはずですよね。私は相良の親が反射だと予想しましたが、そうじゃなくても何かありますよね。本当に何もなかったらみんな出さすぎますし、一周目のうぐもりが浮かばれません。お願いだから相良類の裏に何かあってくれ。あと、今まで画面の隅にしかいなかったアイマスクマンが初めて中央に来ましたね。ずっとメグリズムみたいなのつけてますが、誰も注意しないんですかね。 6話の感想を言いたいのですが、いいシーンたくさんあったんですが、今、いいとしか言えないんですよね。噛み砕けてないので。これを自分の中で噛み砕いて、いい言葉が出てきたら、また感想を話したいと思います。そして、スピンオフの最高の生徒の方ですけど、今回はめっちゃキュンキュンしましたね。でも、病気で死ぬことが決まってるので、切ないですね。こっちの方は考察とかないので、頭空っぽにしてキュンキュンしながら見てください。 考察とかないんですけど、5話の終わり方。やっぱりカ光も2週目っぽいんですよね。でも、今まで忘れていた、なんかそんなような描写でした。この2週目は最高の教師の方に関わってくるのでしょうかそして来週は残念ながら24時間テレビのせいで最高の教師は放送しません。いいんだよ。命とか生き方を問うドラマなんだから、24時間テレビの中で放送すればいいんだよ。 再来週が待ち遠しくて夜しか眠れません。ということで次回の放送が楽しみですね。ここまで見てくださった方は高評価よろしくお願いします。また徹底考察動画あげますので気になる方はチャンネル登録してくれると嬉しいです。LINE で友達になることで LINEPayPay で投げ銭していただけます。YouTube 活動を続けたいので投げ銭で応援してくれると嬉しいです。 特別な見返りはないですが、投げ銭してくださった方の SNS はフォローします。そして、いいねやたまにコメント残します。良ければご検討ください。この動画は、んごみっくがお送りいたしました。最後まで見ていただきありがとうございます。これからお仕事の方は、行ってらっしゃい。休憩中の方は、お疲れ様です。お休み前の方は、今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさい。